私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。12月って言っても最近昼は暖かかったりするよね。寒くなる前に愛犬のチカとお散歩に行こうと思っていた時、ある LINE が届いたの。今度は一体何事なのかな。なるみさん、なるみさん、どうしたの？大丈夫？私もうメンタルボロボロです。何があったの？ゆっくりでいいから説明してみて。ありがとうございます。私結婚して子供ができたじゃないですか。旦那さんの連れ子さん、愛梨ちゃんだよね。はい、愛梨が高校生の時に再婚したから、いろいろと気を使うだろうなと思ってたんです。でもすごく仲良くしてくれて嬉しくて。そうか、あれからもう4年近く経つのか。そうなんです。愛梨は今年21歳なので、もう4年ちょっと経ってますね。それが何かあったの？実は旦那が浮気してるみたいで。え、浮気？しかもその浮気のことを私に教えてくれたのが愛梨なんです。嘘でしょ？娘に不倫がバレてるってこと？21歳で年頃の女の子にそんなの耐えられないよね。実はそうじゃないんです。え？私と愛梨の LINE 見てもらえますか？それはもちろんいいんだけど。愛梨と妙子の LINE。 私のお父さん浮気してるよ。え？だからもう少しで捨てられるってわけ。あなたのお父さんはそんな人じゃないわ。捨てるなんてことするはずない。何があったのか知らないけど、私に話してくれる？ウケる。めちゃくちゃ勘違いしてるじゃん。勘違いって何のこと？捨てられるのは私じゃなくてあんた。新しい恋人ができたんだから、捨てられるのはあんたでしょ。あなたのお父さんはそんなことする人じゃないわ。本当に何も知らない平和ボケなんだね。言っとくけど、私と血がつながったお母さんとの離婚の原因もお父さんの不倫が原因だよ。え？事故で亡くなったって聞いてたんだけど。そんなわけないじゃん。どこかで元気に生きてるよ。お父さん口だけはうまいからね。そうやって同情を誘うのがうまいんだ。もう他に恋人ができたってことは、あんたのことも捨てるつもりだろうし。捨てるとかそんなの信じられない。ほら見てよこの LINE。 何なのこれ。お父さんの携帯の暗証番号、私知ってるんだよね。ラブラブイチャイチャしてるでしょ。新しい人が見つかったみたいだから、あんたはもうお払い箱。私たち家族でしょ。彼が浮気しているかどうかはちゃんと話し合ってみないと。話し合ってもいいけど、離婚が早まるだけだよ。見てよこのアイコン、すごく可愛いでしょ。確かに LINE の相手の人の顔写真なのかな。すごく綺麗だと思うけど。でも多分この人、私綺麗なお母さんがいいの。え？私のお母さんって実はすごく綺麗だったんだよ。あなたじゃなくて血のつながったお母さんの方ね。そのおかげで私もすごく綺麗なんだけど。確かに愛梨ちゃんはすごく可愛いと思うよ。当たり前なこと言わないで。私のお母さんすごく美人だったの。その次の再婚相手があんたでしょ。お父さんお金持ってるからって言って結婚したけど、顔がいまいちすぎ。だから私この浮気相手の人と再婚してほしいの。そんな、顔で選ぶなんて、家族になるっていうのはそういうことじゃないでしょ。顔とかお金で選ぶとかそういうことじゃなくて。だって嫌だもん、私ブサイクなんて。ブサイク？お母さんだって紹介する時にブサイクすぎて私恥ずかしかったの。だから新しい美人のお母さんが欲しい。確かに妙子さんはお金持ってるかもしれないけど、それなら整形とかすればいいのに。なんて失礼なことを言うの。私は両親にもらったこの体を恥じたことは一度もない。今からでも遅くないから恥じた方がいいよ。そうやって人の容姿やお金のことを言うような人は私嫌いだから。そんなこと言いながらお金目当てのお父さんに捕まってるわけじゃん。見る目なさすぎ、ワロタ。まさかそんなことを思っていたなんて。あなたのお父さんとしっかり話をさせてもらう。別にいいんだけど、離婚ごねるとかそういうのやめてよ。私は新しいお母さんが欲しいんだから。なるみと妙子の LINE。 こんなやり取りをしたせいでメンタルボロボロ。まさかこんなこと言われるなんて。それにお金目当てだったんですかね。
さっきの LINE のやり取りだけでは浮気してるかどうかわからないけど、本気で調べたいって言うなら私も手伝うよ。実はそれをお願いしたくて LINE したんです。やっぱりそうだったんだ。わかった。本気で真実を知りたいのであればすぐに調べるようにお願いしてみる。お願いします。こんな状態で結婚生活は続けられません。真実を知りたいんです、私。わかった。ってちょうど LINE が来た。資料をそっちに添付するね。ありがとうございます。その日の夜、愛理となるみの LINE。 そっちにいます？いますよね。こういう時頼られるのはなるみさんだと思うんですよね。私こういう勘が結構当たるんです。もしかして妙子さんのこと？もしそうであれば彼女は私の家にいるけど。やっぱりそうだと思ったんですよ。離婚の話お父さんにしておきました。離婚届明日取りに行くそうなので伝えといてもらえますか？なんで私にわざわざ言うの？私が事情を知っているとも限らないのに。なるみさんの家に行ったってことはなるみさんに相談したってことですよね。私の LINE は無視する可能性もあるので、なるみさんから伝えてください。ハンコがいるかわかんないけど、一応ハンコとか持ってきてもらって、明日スムーズに離婚ができるようにお願いしますね。あなたはお母さんのこと、妙子さんのことを好きじゃなかったの？お金をくれる分には好きですよ。でも顔がちょっとね、もう少し可愛げがあればよかったのに。お金持ってるなら整形でも何でもすればいいのにね。今の時代ってプチ整形とか当たり前だし、そうやって努力しない女私大嫌いなんですよ。整形も確かに努力かもしれないけど、自分を磨くことだって努力の一つ。どちらが正しい、どちらが間違っているなんてことはないんだよ。美しいものこそが正しいんですよ。世の中見てくださいよ。美人やイケメンが得する世界じゃないですか。美人とかイケメンはちょっとお願いすれば何でも買ってもらえるし、悪いことをしても許してもらえる。そんなことはないよ。悪いことをしたら等しく天罰が下る。天罰って、私神様信じてないんで、そういう宗教的な話やめてもらっていいですか？宗教の話とかじゃなくて、本当に悪いことをしたら帰ってくるよって話。私は可愛いから正義なんです。私が怒られることもないし、この後の人生もイージーモード。あー本当に幸せだな。あなたには何を言ってもわからないみたいね。とにかく離婚届に明日サインするように言っておいてください。バイバーイ。次の日、妙子さんは家に帰って離婚届にサイン。悪びれる様子もない旦那さんと愛理さんを横目に、彼女はサインをして私の家に来た。そして私たちはいろいろと準備を始めたの。1ヶ月後、なるみと愛理の LINE。 退去要請来たんですけど、どういうことですか？なんで私たちが家を出ていかないといけないの？私出ていきませんから。若くて美人な女にお父さん奪われたからって仕返ししてんじゃねえぞ。さっさと出ていけ。え？退去要請が来たってことは退去しないといけないの？この家はお父さんのものだから、私たちは引っ越さないよ。何言ってるの？その家の名義は妙子さん。そして彼女はその家の契約をやめた。つまりその家に人が住んでいたらいけないってこと。はあ？なんで勝手に契約やめちゃうの？私たちがまだ住んでいるのに。なんで？あなたたち家族でも何でもないんでしょ？勝手に家に住み着かないで今すぐ出て行って。そうやって勝ち誇ってんのかよ、あの女は。別にいいけどね。私たちには可愛い新しいお母さんがいるし、あんな奴とは比べ物にならない美人で可愛いお母さんが。あなたたち二人は何も知らないみたいだから教えてあげる。は？あの人はキャバクラで働いてる女性。あなたのお父さんはあくまでもお客さん。結婚なんてするつもりないんだよ。は？何言ってんの？娘であるあなたにはその事実を隠していたみたいだけど、二人が出会ったのはキャバクラ。お父さんは本気で恋人になれたって勘違いしてたみたいだけど、あくまでも相手の女性は仕事の一環としてやり取りをしているだけ。そんなはずないよ。お父さんとラブラブの LINE してたもん。デートだってしてたし。デートっていうか、そういうのは同伴って言うんだよ。お金とかは払ってお店に行く前に一緒に食事したりすること。同伴？子供のあなたにはまだわからなかったかな。お父さんもいい年齢なのにまんまと騙されてお金だけ払って離婚しちゃって、恋は盲目ってよく言ったもんだよ。そんなはずないから、あの人は私のお母さんになるの。すごく美人で可愛くて。そりゃそうだよ。
自分を美しく見せるために日々努力している職業の人だもん。それからすごく優しくて愛想も良くて、毎日接客業っていう形でいろんな人と話しているからね。そんなの信じないから家も出ていかないし、強制退去にさせられたくなければさっさと出ていくことだね。強制退去？それだけ伝えたかったの、妙子さんからの伝言でね。地獄を見ろ最低親子だってさ。はあ？それじゃあ頑張って。ゆりとひまわりと愛梨のライン。なるみさんが言っていたことは全部事実ですよ。あ、なるみさんのママ友のゆりさんとひまわりさん、結婚できませんし、あくまでも仕事上の付き合いです。それをお父さんが勘違いしたって感じですね。そんなはずないじゃん、 LINE だって頻繁にしてたし。お客さんの心を離さないために LINE をするのは当然です。それから結構会ってたみたいだし、お店にほぼ毎日通っていたんですから毎日会えたんでしょうね。あ、もちろん相手の方が仕事を休みの時は会えてないですけど。そんなはずない、だって再婚するためにお父さんは離婚したんだよ。そのまま言ってみればいいじゃないですか。きっと相手の女性はびっくりしますよ。ただの営業トークなのに、なぜ離婚してきたのかと。営業トークじゃない、二人は愛し合ってるの。確かにキャバクラって聞いたら本気にされてないってみんな思うかもしれないけど、お父さんとあの人は本当に愛し合ってるんだもん。そう思いたい気持ちはわかりますけど、ゆりの調べは絶対です。はあ？ゆりさんの調べって何？よくぞ聞いてくれました。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なのであなたたち家族のこともちゃんと監視して調べているんですよ。なので相手の女性があなたのお父様に夢中になっていないことは分かっています。それどころか手をつないだこともないのに付き合っていると思っているなんて。え？そうなの？キャバクラはあくまでも体の関係を持つところではないですもんね。でも手もつながないようなので結構徹底してるんですね、その人。さすがプロといったところでしょうか。お父さんは手をつないだこともないようなやつと結婚するとか言ってたの？そんなはずないじゃない。嘘だと思うならお父様に聞いてみたらいいではないですか。体の関係なんか一切なし、それどころか触れ合ったこともないのに。本当なの、お父さん？はあ？結婚するまではそういうことをしたくない。キャバクラで働いてるといつも愛されるから結婚までは清くいたい、そんな言葉を本気で信じてたの？そんなの女の嘘に決まってるじゃん。私たち女性はその嘘に気づくことができました。本気でそう言ってる人もいるかもしれませんけど、少数派ですよね。つまりあなたのお父様の早とちり、勘違いというわけですね。嘘でしょ。美人の新しいお母さんができると思ったのに、慰謝料とかも払わなきゃいけないとかお父さん言ってた。慰謝料はそもそもどうするつもりだったんですか？慰謝料の金額がこんな高いと思ってなかったの、私もお父さんも。それにお父さんには貯金があるからどうにかなると思って。ここ最近夜キャバクラに通い詰めているせいで貯金はほぼゼロですよ。嘘？本当に？ゆりが言うならそうなんでしょうね。なので慰謝料を払うためにあなたたちにはしっかりと働いてもらいます。私まだ大学生だよ、勉強だってあるし働くなんて無理。あなたたちのような親子はこの世で生きていく価値がありません。子供は宝でしょ。でもゆりの調べによると、あなた人の彼氏とかを奪っているらしいですね。奪われた方が悪いの、私は悪くない。だって私こんなに可愛いんだもん。あなたのような考えの人間は嫌いです。そしてなるみさんに迷惑をかける人はもっと嫌いです。なのであなたのその自慢の美貌をぐちゃぐちゃにしてあげましょう。ぐちゃぐちゃっていいですね。今のうちにたくさん笑っておいてください。あなたはもう笑えなくなってしまうのですから。顔がぐちゃぐちゃになるって笑わせないで。こんな美人な私がブサイクになんかなるわけない。あなたは自分の顔が相当好きなようですね。ゆりを怒らせたら怖いんですよ。なるみさんを傷つけたんですし、地獄行きは免れません。ちなみに今日のお仕置きは？麻酔なしで整形の練習台になってもらいます。は？裏の施設ではいろんな整形技術を試す必要があるんです。そして新人がちょうど入ってくるんですよ。実践経験がないので初めてになりますが大丈夫でしょう。
本当に大丈夫なの？しかも麻酔なしでしょ？麻酔なしの整形とか聞いたことないんだけど。私の施設では当たり前に行っていることです。ちなみに叫んだり暴れたりできないように体や頭は完全に固定します。そうしないと新人の人がびっくりしてしまいますから。あくまでも心配するのはその新人さんの方なんだ。さすがというかなんというか。私は今の体と顔に満足してるの。整形なんかしないから。たくさんさせてください。体にお肉をつけたり目を小さくしたりまた大きくしたり口を耳の近くまで裂けさせたり、それから鼻を低くしたり。私は今のままでいいって言ってるでしょ。そんなのダメですよ。なるみさんに迷惑をかけたんですから、ちゃんと絶望してもらわないと。安心してください。隣の手術台ではあなたのお父様も一緒。私たちはそんなの知らない。やらない。やらないとかじゃなくて、ユリが言ったからには連れて行かれるんですけどね。大丈夫ですよ。今よりもうんと可愛くなりますよ。心が大きなお世話。私たち家族に関わらないで。心をきれいにするため一生懸命頑張ってください。いやー。その後愛理さんとお父さんはキャバ嬢の人に振られちゃったんだって。あくまでも仕事の一環で仲良くしていたのに、離婚してきたから結婚してくれって言われて、相手の人も驚いてたみたい。もちろん断られたんだけど、それから毎日お店に来て迷惑行為をしたらしくて、お店は出禁になって、そのままユリに連れて行かれた。今は二人とも怖い整形をされているはず。麻酔なしで身動きも取れない状態で、顔とか体にメスを入れられるわけでしょ。考えただけでもゾッとするよね。ちょっと怪我しただけでも痛いのに、それ以上の痛みがあるんだもん。しかも顔の周りって特に怖くない？目の周りとか絶対に嫌なんだけど。考えるのはやめておこうかな。二人は顔がぐちゃぐちゃになったとしても、自分の行いを反省し、心は綺麗になっているはず。心が綺麗になれば施設から出してもらえるかもしれないし、一石二鳥だね。ねえ、気になるよ、ユリの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん。何か秘密があるんでしょ？どうしても知りたいんですか？知りたい！そうですね。もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの？特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい！どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。しゃあ、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。